松風正也は、日本の声優、ラジオパーソナリティ、DJ、俳優、タレント。本名は、渡辺正也。福島県生まれ、東京都育ち。身長177センチメートル。血液型は、大型。青鬼プロダクション所属。1997年、スーパー戦隊シリーズの、電磁戦隊メガレンジャーにおいて、メガブルー、並木窓火薬として、 役者デビュー。その後テレビ東京系、バラエティ番組、おハスタのおハスタ番長などの役者活動を続ける。また、同時期に、セガのゲーム、シェンムーの主人公、バガツリオのモーションキャプチャーを兼ねて、声優業にも進出。その後は、声優活動を、主としているが、俳優としてもミュージカル、リボンの騎士では、王子フランツ役を演じ、 タレントとして、ラジオパーソナリティや TBK 制作の昼バラエティ、番組、ありがとう。などの司会も務め、踊る。サンマゴテンでもトークでその場の雰囲気を盛り上げるなど、幅広く活躍している。2003年4月から2007年3月までベイフム、の、ベーライン7300で、パーソナリティを担当。また、2003年10月から2004年9月まで、 電撃対象のパーソナリティを浅野マスミと共に務める。2004年2月、9年間交際していた女性と結婚。2011年3月より青にプロダクションに所属。それ以前はビッグアップル、ラディクスモバニュメーションマルチックアイ事業部バロックワークスに所属していた。芸能界に入る前は塗装工であり、その経歴から手先が器用である。趣味は 日曜大工、電化製品、銀在工、特技は、ギタースノーボードスキューバーダイビング、剣道、五子、開門八曲剣。大型二輪、小型船舶、普通自動車免許、他20種類以上の資格を有する。芸能界を目指した理由は、自身が一番難しいと感じていることを始めようと、考えたことにより、決められた動きやセリフを実行する俳優の道を、選んだ。 俳優と声優の兼業という、双葉のわらじを吐くような芸能活動ぶりを見せるが、小風本人は、素晴らしい作品を作るためなら、俳優と声優どちらでも関係なく出演したいと、語っている。電磁戦隊メガレンジャー第37話での、バンドシーンでは、小風が実際にギターを弾いている。ギター経験があった松風は、演奏シーンがあると聞いて、 監督の滝竜太に自ら演奏することを申し出て、音源をもとに自ら譜面も起こした。メガレンジャー出演中に受けた、シェンムーのオーディションでは、回し蹴りをやるように言われ、JAC の動きを見慣れていたためやれるだろうと思っていたが、うまくいかなかった。その後、JAC の八須スカ一に教えをこい無事オーディションに合格し、さらにその後は、倉田プロモーションの道場に、 弟子入りし、五氏、開門八曲剣を学んだ。映画、トイ・ストーリー2の公開時、オハスタのインタビューで、ジョン・ラセターに、次回作のトイ・ストーリー3に、オアスを取り入れてほしいと頼み、許可されたことがある。しかし、実際は取り入れられなかった。趣味として、家電製品をあげているほど家電に、詳しく、ドーリーバラエティでは、 家電声優としてゲスト出演しているほか山田電機の家電フェア 2011& 大処分のみの一員、福岡ヤフードームで行われたトークライブでも家電声優の一人として出演している。良い子のアリノ進むなりと仲が良く、アリノの家の家具はほとんどが松風の特製のものである。蔡賀美月と共演が多く、イベントで衣装を貸したこともある。おハスタでは、 ショーフが、オハスタ番長、サイガーが、霊人サイガロックマンエグゼでは、パートナーとして共演していた。地獄少女には実写版とアニメ版の両方に、出演している。ただし、実写版とアニメ版では別々の役での出演となっている。メガレンジャーや、オハスタでの経験から、子供のファンにも、真摯に対応しており、子供たちに対し、 プラスになることが心に残るよう意識している。太字はメインキャラクター。一時資料または記事主題の関係者による情報源。ありがとうございます。